友人のブスと肝試しすることになりました。ということで北千住に来ています。足立区の恐怖スポットを巡ります。ブスたちが来ました。それでは始発まで深夜徘徊します。真夏の夜なので飲み物を買っていきます。水分補給は大事です。早速恐ろしい獣がいました。荒川に向かいます。真っ暗で遠くの街灯しか見えません。星を見るのにちょうどいいですね。デネブ、あれデネブ、アルタルペか。デネブが来たな。デネブ場所じゃん。動物の森の真似を練習しながらさらなる恐怖を求めて江北橋に向かいます。ここは都内屈指の心霊スポットらしいですが、歩くと結構時間がかかるので代わりに千住新橋に来ました。確かになんか交差向けがするような気がしないで橋を渡って小菅まで来ました。あの柵の向こうには東京拘置所があります。柵が高い理由は足立区民から拘置所を守るためとも言われています。一旦ミニストップで自由の味を噛みしめます。乾杯。綾瀬に来ました。昔はいろいろと事件が起きて危険な街でした。言い伝えによると綾瀬で自転車を放置すると次の日にハート型もなく消えてしまうとのことです。再びの小休止です。深夜しか帰れないから日中買ったらあまりにもなんか帰れない。恥ずかしくて恥ずかしくて。真夏の夜のお散歩再開です。闇を進みます。私が子供の頃そこのトイレからうめくような男二人の声が聞こえてきたことがあります。葛飾区に入りました。葛飾区は足立区の隣なので恐怖スポットとされています。平等渓流部を見つけましたが長いしすぎると我々自身が怪異扱いされてしまうので先を急ぎます。夜の住宅街の心細さが結構好きです。堀切に来ました。ここには石にされた十二支の動物がいます。あそこにあった元アイドルのラーメン屋さんはとある事件によって閉店してしまったそうです。そろそろ北千住へ戻ります。夜明けが近いようです。もう空が白んでるよ。これも夜のいたずらだよ。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこだとすると、え、金玉玉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 玉。ポケモン鳴き声クイズが始まりました。ドンメル、うわぁ、わかったはずなのに悔しいです。どういうことだ。おい、北千住に着きました。ちょうど始発の時間ですね。今日は深夜徘徊できて楽しかったです。さすがの私もあまりの恐怖にビビってしまいました。足立区でできる肝試し、皆さんはもっと安全な土地でやってください。ご視聴ありがとうございました。